皆さん、9月に行うサツマイモの重要な作業を見落としていませんでしょうか。今回の動画ですけど、9月に行うサツマイモの重要作業についてご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。宮下宮川チャンネル、こんにちは。宮下宮川チャンネルのお時間です。今回の動画ですけど、9月に行うサツマイモの重要な作業についてご紹介していきたいと思います。で、まず最初に当農園のサツマイモの栽培状況をご説明していきます。自分のこう後ろにこう広がっているこの景色、まあ、サツマイモ、ここはシルクスイートという品種を植えております。で、他にも2品種植えてまして、向こう側のまだ畑があるんですけど、そちらでも別のサツマイモの品種を2品種で、合計3品種の今サツマイモを今年度は栽培しているといった状況です。で、こちらのシルクスイートになるんですが、6月中旬に、定植植え付けを行いました。で、サツマイモですと、大まかなスケジュール感が収穫まで約100日から120日かかると言われています。なので6月中旬であれば、こちらのシルクスイートは10月中旬ぐらいが収穫適宜となりますので、10月中旬にまた収穫を迎えるわけなんですが、サツマイモ、他のお野菜と比べて手間のかからないお野菜として知られていると思います。ただこの9月に、少し行う作業がありますので、そちらを今回はご説明していきたいと思います。はい、まず重要作業一つ目はつる返しをしましょう。で、つる返しという作業は何ぞやという話になるんですけど、さつまいもこう畝に植え付けをしてからつるが一気にバーッと伸びてくるんですよね。まだここはそこまで、つるが伸びきった状態ではないんですけど、こうつるが伸びきってくる状況になってきますと、伸びてきたつるから不定根と呼ばれるこういった根っこが生えてきます。で、この根っこがさらに畝から離れた土にもついてしまって、ここからもサツマイモができちゃうといったことが起こります。はい、ではなぜ、この不定根っていうところを、まあ、取り除いてつる返しをするかという理由なんですけど、まあ、不定根からもちろん根っこが張るので、そこからもサツマイモが、栽培できます。ただ、この畝一列この中心にできる畝にもサツマイモができるので、そこの不定根からできたサツマイモ、そちらに栄養が吸収してされてしまうと、中心のサツマイモに栄養が届きにくくなって、大きなサツマイモが、できにくくなるといった恐れがあります。なので、畝がこうふさふさになってきて不定根が、根付いてきた時についてはしっかりとつる返しをして、不定根を取り除き、または、そこからさつまいもができているとしたら、それも小さい段階から取り除き、畝中心のさつまいもに栄養が行き渡るように、心がけていきましょう。はい、ではちょっと実践に移っていくんですけど、こちらのシルクスイートのさつまいもにつきついては、昨日の段階でもうつる返しをしてしまったので、つる返しを完了している段階になります。ただやってみた方が分かりやすいと思うので、今からちょっと自分が実践していきます。で、ここでいきますか。ここの列でこうつるがふさふさになってきて、畝から出てきた部分ですね、こちらをつる返ししていくんですけど、皆さん多くあるのがマルチの上の畝、こちらにこうつる返しをしてしまう。まあ、ここはこういうやり方はできるだけ避けた方がいいと思います。まあ、その理由はつるの上につる返しをしてしまうと、つるが光合成をできなくなってしまうので、さつまいもにも栄養が行き渡りにくくなります。なので僕たちの場合ですけど、
つる返しをするにあたって根元の方に鶴を返していきます。こういった感じで根元の方に鶴を返していきます。でこうすることによってしっかりと畝状にあるさつまいもの葉っぱも光合成をすることができるのでさつまいもに栄養が行き渡りやすくなります。でこういうやり方を実践してみてください。で、先ほど言った不定根が生えている部分にさつまいもができている場合はこれと同じ作業をしている段階でさつまいもをちっちゃいさつまいもなんですけどそれをもう取り除くようにしましょう。で、最近のさつまいもの品種で、不定根が出づらい苗が売られているケースをたまに見かけます。で、まあ、出づらいといっても出ないわけではないので、つる返しをした方が無難だと僕たちは思っています。なのでそういう品種を購入した場合でも9月中の作業としてつる返しを行うようにしてください。はい、では9月に行う重要な作業、2つ目になるんですけど除草の作業になります。で、僕たち、ここのさつまいもの上については、ほとんどもう除草が完了されてまして綺麗な畑になっております。で、除草は早めの段階から行うのが一つポイントです。で、どうしても草っていうのは種を飛ばして、さらにまたこう繁殖するとても繁殖能力の高いのが、雑草の特徴なので早め早めの小さな段階から除草するのがポイントです。ただこのまだ9月残暑が暑い日などは除草のために作業をするのっていうのもちょっと疲れますので先ほど行ったこう鶴返しをしていく時に、まあ、同時並行で、除草を行っていく、まあ、そうすればまあ一石二鳥じゃないですけど同時に同じ作業ができるので、こういったやり方を僕たちはしてます。で、皆様も鶴返しの時に、まあ、除草を行うのが一つのポイントです。はい、では最後3つ目の重要な作業につきましては、試し掘りになります。で、なんでこう試し掘りをするかっていう理由なんですけど近年かなりこう気温が上昇してましてさつまいもの栽培速度もぐんぐんと伸びているといった、形があります。なので、まあ、こちら9月ぐらいに一つ試し掘りをしてみて、今の栽培しているさつまいもがどういう状況で大きくなっているかなといった感じで確認した方がいいと思います。で、早速僕たちも一つやってみようと思うんですけど、まあ、試し掘りといってもこういった表面を簡単に掘る。そうするとこういった芋見えるかな、もうできてきてます。ちっちゃく可愛い芋が。で、このぐらいの芋ですと、まあ、9月の段階としてはまあまあな大きさなんでこの、まあ、土をかぶせて、まだあと2ヶ月かからないぐらいあるのでこのまま栽培していきます。で、先ほど言ったようにやっぱ気温が上がると大きくなりやすいといった問題がありましてさつまいもってどうしても大きくなりすぎると筋が残ったりしてさつまいもの、ホクホクな、食感がなかなか楽しめない、さつまいもが、収穫しちゃうようになっちゃうので、そういった状況を避けるためにも、こういった試し掘りをして、今の状況を確認して、10月中旬、まあ、僕らで言うと10月中旬が収穫のスケジュールなんですけどそこまでしっかりスケジュール感を計画できるように今の状況を把握しておくってことが9月では重要なポイントになってきます。宮下宮川チャンネル。はい、では今回の動画ですけど9月に行うべきさつまいもの重要作業についてご紹介させていただきました。さつまいもは手間のかからないお野菜として有名ですがこのように栽培中盤でもしっかり手間をかけることによっていいさつまいもが収穫できるようになります。僕たちは今後も家庭菜園の初心者の方向けにこのような農業のハウツー動画を投稿していきます。ぜひ動画がいいと思ったらグッドボタン、
チャンネル登録またはコメントよろしくお願いします。それではアディオス。